森屋市市民交流プラザは森屋市御所家級5丁目にある市民交流プラザである。2008年4月26日に上層ニュータウンの開発を行った都市再生機構上層開発事務所は土地を建物ごと利用して設置された市民交流プラザである。北森屋児童センター、森屋市民ギャラリー、森屋市民活動支援センター、森屋ファミリーサポートセンター、 森谷市家庭児童相談室で構成される。施設建物1階、北森谷児童センター000森谷ファミリー、サポートセンター2階、市民活動支援センター、森谷市の北部の拠点となる児童センターである。入児室、体育館、音楽スタジオなどの施設があり、講座やイベントも行われている。一部施設を除いて料金は無料で、利用対象者は18歳未満。 小学校以下の子供の保護者、子供会等のサークルである。愛称の北アレは北森屋地区の北と呉をかけた造語である。音楽スタジオ、視聴覚室、集会室、工作室の一般利用は原則的に18時から20時、17時から20時である。また18歳以下の利用は無料となる。市民が芸術、 文化に関する作品の展示、鑑賞を行ったり、文化交流の場として利用できる多目的スペースである。絵画、工芸、手芸、写真、書の展示、楽器演奏、ダンス、踊り、合唱の発表に利用できる。予約は6ヶ月前から利用日前日までに申し込む。必要がある。ボランティア活動の総合的な活動拠点施設である。 ボランティア活動を行っている者、ボランティア活動に興味を抱いている者が気軽に利用することができる。様々な祭事、イベントも行われている。みんなで育てようもり屋の子をキャッチフレーズにした会員制サポートセンターである。育児の援助をしたい、協力会員を紹介し、保育施設等の送迎、臨時的、突発的なお子さんの預かりなど、 育児に関して協力し合うことを目的とした施設である。0歳から18歳までの子供に関する家庭での幅広い問題の相談を行っている。南森屋児童センターにて出張相談も行っている。当施設は上層ニュータウン北森屋の北森屋遊歩道沿いに存在する。鉄道路線バス首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス。 森谷駅西口一番乗り場より自家用車、ありがとうございます。